チャオ、あちゃです。今日5月の26日かな。はい、土曜日です。土曜日のあちゃんちの朝ごはんは、スクランブルエッグみたいなものとハムの、サンドイッチを食べたいってヒカルが言うんで作りたいと思います。はい、まずオリーブオイル、卵割れちゃった。卵を2つ、で塩、混ぜましょう。で、味付けマヨネーズ。はい、今パンをね、オーブンで火にかけてパンを焼く状態。パンをねちょっと焼きます。よく今余熱、マヨ濃いめが美味しいからな。もうちょい前行くかな。いいのよ。ないことはないけど。でね、ポーチにしていきます。スッと刺して、
はい、こんな感じに、スプーンで、あ、スプーンじゃん、ハムの先、ハムいくや、今回まずハムを入れます。破れちゃった、ハムを入れて、でこの中に卵、ハムエッグサンドです。こんな感じね、中に入れて、奥の方が入ってくるよいしょ、もうちょっと、はい、完成です。では食べましょう。はい、では食べましょう、はい、今日はね、早速ね、朝からね起きて、ドラクエをしとるヒカルくんです。どんだけドラクエ好きやねん。昨日もライブ中もずっとしてたでしょ。もうね、一回クリアしたの、一回クリアした、一回クリアして、なんか今2ターン目なんかな。2ターン、え、続き、なんか一回クリアした後続きがあるみたいで、それやってんね、ちょっとクリアしたと放置しちゃってんけど、久々にやりたいなったらしいで、いただきます。食べたの、食べた、食べた、ね、美味しいわ。ね、野菜がないね、また煮るからでもスーパーもう一回買いに行ってこい。眠ちゃう、眠たくって頭が乗れ、ね、昨日ライブ楽しいんだしね、美和さんでパワーをもらってきて全力で放出してたから、すごい体力使ったのか、なんか
途中で急に眠くなって、まあ途中って言っても1時ぐらいだったからね、急に眠くなって、で、まああのまま速攻寝たね。で、なんか、うん、疲れた。ああ今日はね、ゆっくり休む。うん、美和さんからのお達しね。今ね、で昨日も、今日の朝ごはんの動画だけで、あと作ってないから、まあそれ作りながらゆっくりするんだけど、今日はちょっと動画も少ないめ、土曜日やしね。今日で昨日ね、でも少ないめやったはずです。なんか、流れのままそっていけるってのはいいのかもわからへん。まあね、一定様の裏面取り言葉を選ばないといけんなと。でも筋を通せ、なかなか難しいなと。占いの人も、伊達さんには難しいよねって。それができるんだったら、一皮向けて成長するよって。だから。神社に行くことはいいことです。はい。ね、あっちゃんって、こんな神社参拝に興味あったとか、神様のこと信じてたこと全くないねんね。むしろ逆。信じてなかったし、神頼みなんかするんやったら自分でした方がいいわとか、そう思ってたんけど、なんかみきちゃんがちょっとまあ信じ深かったのあったけど、俺でも、ねえみきちゃん亡くなったし守ってくれへんだってすごい逆に恨んでた、逆恨みに対してだけど、じゃないってやっぱり、神様って出るし、神様ってほんまにどこにいてんのかって言ったら。神様は自分、やったり周りの全てのもの、全ての人だったり、全てみんなは、中に神様があるんやと思った。ほんまに虫とか、なんていうのかな、あれとか動物とかにも神様いてるし、物、グラスとか。ね、そういう万物ちゃうわ、ね、合わせた八百万の神っていう、すべてに神が宿ってるって、そう思ったらやっぱり、なんていうのかな、目地が愛おしくなるし、ね、だから何しようかな、毒虫でさえこう殺めるのを迷ってしまう。昨日ライブでね、川が殺してもいいかなみたいな話になったりとか、あとはムカデとかそういう危害を加える毒虫を殺すって言ったけど、それすらどうなんだろうなって思い出したんよ昨日ね。でも危害加えられたら嫌ですね。まあ、何かの、それも何かのね、あれかなと思ったね。だから昨日ね、ここの目の前のここのとこにまつげ触んねん、虫がちっちゃい虫、何か分からへん、もうアップすぎて、それがこのカメラのレンズのここでもくる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 って回ってんねん。それが亮も光もここのとこに虫がおるって言ってて、座っておみくじ読んでたとこね。そっから神社行って歩いて帰ってきて、ずっとここで虫がおんねん。神社の鳥居から出たら、鳥居から参道帰ってくる頃にはすっていなくなってるけども、
それ気になっててんけど、やっぱり歓迎されてるんやって、うん、神社で、うんうん、それね、うん、神社に来た瞬間空気が変わんねん。昔からそうやねんけど、うち子供がね、子供ってああいう神社とか嫌やんか、めんどくさいやんって思うやん。あっちゃんもやっても親が神社こう変えたらうーんってなって、まあ今はちゃうけどね、うん、ほんまちっちゃい頃やったら親と一緒に行動しなあかんみたいなやんか。でその時に神社ええー、いらんですねってもっとゲーセンの方がいいって言ってくから子供やんか。あっちゃんもそうやったしやねんけど、神社の駐車場止めたら、うん、もうええー、は嫌やっていうことないねんね。なんか急に神社じゃあ行こうって自分から率先して歩いて行ったり、うん、行って、で神社前もこれ前にも一回ね、いつやったっけな、真夏の暑い時に神社連れてて、いやいや行ってたんだよ、寮も、ね、いやいや行ってて、であの上の西神社にお水をもらえた時に、なんかあこへ登ったら急に木があれで来てよかったって言って、うん、うん、神社もええなって思った。これがね、中学校1年生かな、1年生か2年生かと、ね、2年前、ね、3年前の夏、1年生や中1の時、そんなんやんで、それまで行くとか、いや行かへんとか、うん、勝手に行ってきいとか言ってたね、うん、言ってたのに、うん、なんか言わんとみんなで行こうって、なんか行きたい気分やねって連れて行った。もういやいや言って、うん、めんどくさいって言って、うん、なんかクーラーかけて車の中でおるとか言ってで言ってたの途中までは。でもいやいやとか言って、ジャスコ下ろして、ジャスコってイオンとか下ろしといてよとかそれは言ってたのに、神社の鳥居のとこまで行って、もう最悪わかんかったら前にあのアイスとか食べれるとかあるから、そこのとこが レストランとかみたいなのがあるし、そこでおるって言ったら、うん行くって言って自分で降りて、うん、鳥居の方へ歩いて行った。入って、拝殿のとこで、まあ、2礼2拍手、じゃあ、これすんでって教えたら、うん、ちょっとやって、来てよかったよって、うん、神社っていいなって、なんかの記憶を汲み取ったんやと思うけど、その時はね、帰りに蛇さん、うん、が出てたね、うん、美さんが出たって。うんで、あちゃん、ね、今回も美和さん、前回そうそう、うん、受験前に美和さん行って、前回前々回か、その時もなんかいやいや言ってんけど、うん、今はね、神社で思い降りて、うん、神社もたまにええなっていう、うん、帰っても忘れちゃうんですけど、また上昇かな、今回は自分から行くって言ってくれたしね。やっぱり西神社のお水を飲んだら、うん、体からふわーってなるっていうね、うん、まだ汲んできてあるからね、また今日も飲まそうかなと思ってね、こんなこんなでね、うん、ちょっとね、不思議、やっぱ不思議体験があるね。これね、今度美和の御神山にあちゃん登るって言ってたやんか、秋ぐらいに、まあ、そういうの一緒に登ろうかって言ったら、うん、登ってもいいよみたいな、うん、まあその時の気分やけどって笑いながら言ったけど、うん、あちゃん一人で行くの不安やしなと思ってて、で寮に言ったら、うん、行こうかなみたいなこと言ってるから、光がね、まだ分からへんね。美和の御神山登ろうか、いらんいらんよ、うん、いらんらしいわ、うん、何もないの、ゲームに一生懸命なんて、要は一緒に登ろうかなって、登りよりも下りきついでって言ったから、登りに体力作れてしまうとあかんでって言ったから、うん、多分まあ体力ないのも分かってるから心配してくれてるんかもかね、だからついてってくれるのかもかね、うん、でもそれまでにね、
ちょっとあっちゃんは夏の過酷な時にね、汗かきながらその辺を歩いてきて、動画にできるかどうかわからへん、あっちゃん恥ずかしいから、もうメイク崩れてグダグダってやかましいで、はい、ね、分からへんけどね、いろいろちょっと行って体力つけて御神山登りたいなと思って、でそこ行くのにこれだけね、やっぱり御神山の登り口、西神社のお水をいただくだけでかなりそういう不思議体験、体がふわってなるとかそういうのがあるみたいからね、両方と興味あるかもか、あるみたいな感じやし、あっちゃんもやっぱりいろいろ興味あるしね、うん、登りたいなと思って、光にはまだ分からへんのか、うん、汲み取れてないのかのか、うん、よく分からへん、まあ、反抗期で反抗してるのか分からへんだけどね、うん、まあ、そんなこんなでね、三輪神社良かったよ、うん、やっぱり昨日こう導かれていったような感じがする、うん、行って良かったなって思った、うん、そんなこんなでね、で昨日はやっぱりその神社のパワーとかね、そういうラッキーなものっていうのは独り占めしたらあかんと思うね、あっちゃんもね、だからそのみんなにこう分かち合うっていうの、だから動画にするっていうのもやっぱりね、なんていうかな、よくね、あっちゃん行けへん神社の動画上げてくれてる人がいてんねんね、うん、だから行きたい神社がいっぱいあんねん、九州とか東北とかね、うん、のもあるし、あとは都のあたりの東京とかね、いろいろある、でそこの動画を見ることで何らかしらの波動を得て何かこうもらえるっていうのあんねんね、でこの前も天川さんのことがすごい気になってた時に、それもなんか自然と天川さんの映像が出てたりするんでね、テレビで出たりとかで、偶然なんか見たくなって天川の、映画見たりとか、そんなの見たりなんかないかんないけど、なんかこうパワーを得られる感じがするね、だからこういう動画とかからの波動でパワーを得ることできるんやなってあっちゃん思ったんや、だからあっちゃんはいっぱいパワーを吸収してきて、でいつもよりもちょっと長い時間神社にいて、でパワーを充填してきてみんなに放出するっていう放送をこれからやっていこうかなと思って、うさんくさいって思われるかもわからへんけどね、やっぱり実際神様ってあるんちゃうかなってあっちゃん思えたね、だから、で特にね、特にってことないけど、こうライブとかしてたりとか、相談受付してやっぱりか、なんていうのかな、心をね、痛めてる人とかちょっと苦しまれてる人とか、なんかこうね、光を見出したいなと思ってくれてる人が結構いてるなと思って、その人たちの何らかしらこうね、光が見えてきたらいいなと思ってね、だからそれをあっちゃんができるか、いやできません、うん、で、あっちゃんは神様でもないし、そういう何て言うかな、神職につながる人でもないし、御仏の道に修行した身でもないし、何を信心してるか何もしてない、でもまあ八百万の神っていうことで、まあ、あっちゃんは神だ、何のこっちゃ、はい、まあ、まあまあそんなことはどうでもいいけどね、まあ、そういうことでね、あっちゃんが神様から何かをこうね、受け取ったものをあっちゃんを介して受け取ってもろたら嬉しいな、それはあっちゃんに対して投げかけてくれたんじゃなく、神様は全ての人に投げかけてくれた何かやと思う、だからその人その人に合う何かがあるんだけど、それがあっちゃんのね動画から見出してもらえたら、ちょっとでも幸せになってもらえたら嬉しいなと思って、あっちゃんはそれもあってみんなが幸せになれるように神様にね、見守ってください、よろしくお願いしますっていつもまあ、お願いしてね、いつもね、実際お願いしてるのは、あっちゃんのあっちゃんに関わる全ての人が幸せになれますようにってお願いしてね、でね、こんな感じでお願いすることで神様は、なんていうのかな、みんなに対してのパワーを与えてくれたってあっちゃん思ってね、だから昨日のライブでもね、ちょっとパワー放出、忘れんじゃパワーがね減らんうちにね、みんなに放出する、これからもね、神社とか行った時にいろんな動画作って撮ってくるから、それを、なんていうのかな、見てもらって、でそこからパワーを得てもらえれば嬉しいなと、あとほんでまたあっちゃんもね、勉強するっていうほどのことじゃないねんけど、いろんな気になることは調べたいタイプやから、気になることは調べるけども、なんかした方がいいよねっていうのは教えてもらうと思ったりもするんだけど、これ教えてもらうっていうのにも価値があってね、教えてもらうっていうのは教えてもらった人もやけども、教えた人に対して教えた人も人にこう教えるっていうことで、自分の気をみんなにこう分かち合うっていうことですごくいいことがあるね、なんていうのかな、こうギブアンドテイクってよく言うけど、そうじゃなくテイクアンドテイク、そしてテイクやね、
だからみんなに与えること、与えることによって自然と巡り巡って自分にテイクが返ってくる。だから与えたら与えた人からテイクが返ってくるんじゃなく、テイクを求めるんじゃなく、永遠にギブギブギブで与えること。なっちゃんはみんなに与えるっていうのは何かって、こういうね、あの動画のチャンネルの中でみんなにこう幸せになってもらえたいっていう思いで放送することによって、何らかしら回り回ってテイクが出てくる。これはまああの広告収入であったり、あの知名度が広がることによっていろんな人からの応援であったりね、そういうテイクが返ってくる。だからギブすることに徹しようと思ったね。だからそれに対してやっぱりあの視聴者さんもね、やっぱあっちゃんだけじゃなく、あっチャンネルを見てくれてる全ての人にテイクがあるように与えること、それは何かあったら、あっちゃんが、お料理とかね、あのこれをどんなにしたらいいのかなって、お弁当なんかでも、なんかこういういいレシピをシェアしましょうって、それコメントくださいとか言うけど、あっちゃん見て、いやうちの子供はそれダメやねんけどっていうのもあるけども、他の家庭では、あいいアイデアやと思って取り入れてくれてる人がいてる。じゃあ、あっちゃんじゃなく、その人が発した言葉をあっチャンネルを介して違う視聴者さんがテイクしてくれてるって、すごいいいことやと思うね、うん、だからそういうのこれからやっていこうかなと思って、ちょっとまずね、朝ごはん動画のお話長くなっちゃったけども、この辺で終わりにしたいと思います。またこの話もいつかしたいと思います。ということで、いろいろね、詳しくこんな感じで話することがあっちゃんからみんなに、テイクやと思ってるんでね、テイクじゃないわ、ギブやと思う、ギブやと思うね、みんなに与える与える与えるで放送していきたいなと思ってます。はい、ということで、今日のあちゃんの朝ごはん、喋りすぎて何食べたか忘れてまうわ、はい、ポーチドスクランブルエッグサンド、はい、ということで、ポーチドハムス、ポーチドハムスクランブルエッグサンド、はい、美味しかったです。卵ふわっとして、で、ハムの塩味、塩糖がね、こうギーあの、なんていうのかな、コントラストになって美味しかったです。ありです。はい、ちょっと今日は野菜足らんかなと思うんだけどね、野菜がないんでスーパーも買いに行ってきます。はい、いうことで、子供にね、野菜ジュースでも飲ましましょう。はい、まあ漬物食べさせてもいいしね、まあなんか出してきます。はい、では、種、バイバイ、また今日もあっちゃんちは、土曜日、5月の26日25位だね、26でした今日は、26日、土曜日、ゆるゆるい土曜日、日曜日を過ごしましょう。で、昨日夜ね、マクドで手を抜いたんで、今日はちょっと何かを作ろうかな。はい。まあそんな感じにね、楽しくゆるくいきましょう。あ、最近やってないね、いきましょう。アレクサー、明日は何の日？あれ？アレクサー、明日は何の日？1901年5月27日。山陽鉄道、現在の山陽本線の神戸から下関間が開通して、東京から下関までが鉄道でつながりました。山陽鉄道は1894年に急行列車の運行、1899年に食堂車の営業、1900年に寝台車の連結など、関営鉄道より早い日本初のサービスを生み出しました。すごいね、もう100年以上前に山陽本線鉄道つながっててね、ちょうど1901年だから100年以上前に山陽本線ができて、それよりもっと前、1807年に山陽本線で食堂車とか、ね、寝台車があったって、ね、それも100年以上前だったら汽車や蒸気機関車やろね、すごいね、山陽本線、山陽本線っていうからあれやね、新大阪から九州までね、博多までかな、ね、確か、がつながった日、ね、もう100年以上前から汽車あるってすごい ね、これね、今それがあるからこそ、ね、九州まで何時間、2時間ぐらいで行けるのかな、大阪からね、すごいね、ありがたいことです。で、山陽本線があるからエヴァー新幹線が走ってもね、今エヴァー新幹線あっちゃん乗られへんかって。ということで、今日のあっちゃんの朝ごはんと、今日の雑談、これは、今日は何の日でした。ということで、最近ちょっとやってないけどね。ということで、今日のあっちゃんの朝ごはん、よかったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではまたね。バイバイ。